さっき一発で130ぐらい削ってきたやつだよな、こいつ。だよ、これが。お前、許さねえからな。水をかせ。大丈夫、30%。はぁ、おかしいでしょ。強っ。見せたなぁ、これ。もちろん褒めます。ちょっと冬、もこもこした格好かわいいな。力強いからね、愛は。表の中心地がここで、もう一つの本土が秘密の儀式のための。なるほど。探してみる。何にも見つからなかった。え、はぐれてしまった。そんなことあんの？やばくない？ロスト。え？え？帰るしかない？そんなことあんの？え？そんなことあんの？え？ちょっと待って。え？帰ってきた。やーばー、ちょっと、いや無理だな、さすがに。いやー、探索怖いなー。3歳か、大きくなったなー。マジか、3月の出るっていう予定がもうどっか行ったな、完全に。だいたい3歳から4歳ぐらいが寿命なんですよね、いろんなモンスターの、多分だった気がするので、まあでも B はなんとかクリアさせてあげたいな。あれだな、お金も稼いでおきたいから、 C ランクの大会出よう。4月、5月2週、これ出よう。 C ランクの大会とか出てお金を稼ぎながら、お？人気と忠誠が下がっちゃう。まあ、いいっしょ。さすがにまだ B きついからな。よし。まあ、勝てるっしょ。おー、危ねえ。アンツー。90%! 当てていく。かわすねえ。かわすねえ。46%!当てて140ダメージ。でけえ。落とせるな。ナイス。いや、安定っすね、もう。ゴレゴンは怖いな。は ?94! おい、いいね。もう倒しちゃおう。危ねえ。当てて。ナイス。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。円盤石のかけらってなんだろうな。忘れちゃったな。え、めっちゃ落ちる人気。かわいそう。こんなに落ちるのか。こんな落ちるんならちょっとやめといた方がいいかな。ライフ6、丈夫さ6、命中が下がる。おお。いいね。うん、家が大きくなるのはいいことですよ。いや、でもまだ B ランクきつい気がするな、正直。9月まで見送るか。公式戦の前に1回 B ランクの試合に出て、丈夫さが1ランク上がったら、8月2週、これでいましょう。7も上がんの？すごい。成長期来てんな。あ、絶対行かねえよ。絶対行かねえよ。行くわけないだろ。さーて、丈夫さ5。ぴょーん。お！
ああ、いや、1足りないか。8月2週の大会か。疲れてる状態で出ることになっちゃうな。大丈夫かな。疲れとるアイテムないのかな。ちょっと見てみよう。なかった気がするけど。ちょっと疲れてるぐらいなら大丈夫なのかな。3段に昇格しました。アイテム増えてたりしませんか。おやつ代わり。あ、香り餅、これ疲れ取れる。これいいじゃん。これをあげよう。これを使えば。よし。これで疲れ取れてるはずだから。様子見に行くぞ。B ランク。様子見に行くぞ。C がめちゃくちゃ強かったから B も強そう。一発耐えるっしょ。いきなりワンパン KO はないっしょ。一発食らってやばそうなら速攻リタイアします。もう怪我嫌なんで。リタイア Y って書いてあったか。うわぁ！怖え！あ、危ない！いやでも、耐えられそうか？あ、当てていく。ああ、怖い！あ、当たんないか。ああ、怖い、チョップ怖い。ああ、デコピン怖い。多分、あと一発なら耐えらせて。当てろ！ナイス！勝てた。いや、意外といけんのか、もしかして。虫だ！虫。進化前の虫になんか負けないでしょ。こいつは？賢さ340？やばすぎ。え、ライフ490？なんかの間違いでは、それは。賢さ技打たれるとマジでやばいぞ、これ。詰めろ、詰めろ。当てろ！あー、当たんない。大丈夫、もう72%、130。あー、やばい。え、ダメージでか。噛みつき打たせるしかない。あー、やばい。あ、でもいいダメージ入るな。ワンツーパンチで50近く入る。噛みつき打たせて、もう一回ぐらい打たせて、あと攻める。当てる。66%。当てる。64%。62%。当てろ。いいぞ。もう一発。あー、打てるか。いや、勝ったな。これ意外といけるね。これいけますね。また虫だ。クワンム。虫ばっかだ。HP 高いけど、あ、力高いんだ、今度は。ちょっとやだな。ああ、やめてくれ。いや、ダメージでかい。ああ、やばいやばいやばい。ええ、やばい。いや、さっきより強いぞ。いいね、100ダメージ。ナイス。かわしてほしいな。かわしてほしいな。串刺しかわせ。ちょっと待って。当てて。やばいか。頼む。頼む。ああ、マジか。手をされちゃった。マジか。いやー、欲張ったな。リタイアしてあげるべきだったな。くそー。欲張っちゃった。申し訳ね。修行来たな。あ、アイテムか。へえ。買いましょう。ストレスかー。ストレスって溜まってんのかな。もうなんかもう力あと上げまくって、もうなんか全部一発で倒すみたいな。
できないかな。9月か。ちょっとまだ B 無理だよな、多分。さっきの感じ。相手めっちゃ強かったし。まだきつそうだ。12月のに出よう、12月のに。力をもう一段階上げて。多分それまでに1回ぐらい修行来るっしょ。なんか失敗増えてきたなぁ。え？マジ？ 寿命か。マジか。寿命か。マジか。マジか。寿命か。じゃあ11月3週のこの、ここを引退試合にしよう。それまでじゃあ HP 上げるか。マジか、早かったな。探検、じゃあ最後に探検行ってもらうか。それはありだな。最後に探検行ってもらう。で、そのアイテムを使って次のモンスターを育てる。それがいいね、多分。まあ、B まで行ってくれたしな。次は、次の子はきっと A か S まで行ってくれるでしょ。行くぞ。右に行ってみよう。さっきまっすぐ行ったから。ここまっすぐ行こう。ここもまっすぐ。ん？これ、行き止まり？え、なんかちょっと、覚えてる自信ないんだけど。なんだ？ここで戻る道？待って、帰り道覚えてない。帰り道全然わかんない。頑張れ。いいぞ。これ大丈夫？帰れる？帰れなかったらどうなるの？帰ること考えなくていいのかな？いいのかな？もしかして。いいのかも。いや、もう全然覚えてないわ。戦争してた。調べてみよう。帰ってこないの、ほんとやめてね。もう帰ってこないのやめてね。食べた。食べた。もう探索怖いんだけど、これ。なんで賢さ低すぎるのかな。なぜか、帰ってきて、寿命来るとかやめてね、ほんとに。はい。やばいやばいやばい。帰ってきて。早く帰ってきて。あ、来た。ダメだ。よし。愛はここまでだ。一回休んで、冬眠しよう。まあ、俺の育て方あんま良くなかったな。申し訳ないな、愛には。最後にお肉食べさせてあげよう。よし。というわけで、工房かな？冬眠。カシッ。すごいな。3歳9ヶ月まで。結構長生きしたな。まあ、というわけで、愛はね、B ランクまでという、まあちょっと、どうなんだろう、いいのか悪いのか微妙な感じだったんですけど、まあ頑張ってくれました。というわけで、一旦ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。